お笑いコンビ千原兄弟の千原誠二、48、が、レスリング女子のパワハラ問題で日本協会強化本部長を辞任した。栄和仁氏、57、と会食したことを明かし、世間の人が言うてるようなイメージとは違う、と印象を語った。17日放送のフジテレビ系、ワイドナショーは、栄氏が14日に東京、駒沢体育館で開いた記者会見の模様、記事全文を読む。